つまり俺たちって結構いい感じなのかね。今日と明日徹夜すればなんとかなるかな。あいつももうすぐ来る頃だろうし。うちの美大は各学科の学年ごとにアトリエがある。この通り住めるくらいの設備が揃っているが、泊まり込むような学生は少ない。くそ！またかよ、あのバカップル。ろくに制作もしないくせに。ごめん、今晩もう2時間くらい。誰が掃除してると思ってんだよ。ストックしてるもの全部捨てたろ。ラブホもびっくりの品揃え。ザーもう。お疲れー。私何も見てないから。待て、ちげえ。なんだ、大巻が誰かとはめてたんじゃないんだ。変な勘違いすんなよ。あともうちょい言葉選んだら。だってここでやるなんてほぼ住んでるあんたくらいかと思うじゃん。あいつらに何度か締め出し食らってるよ。でも違ってよかった。あ、いやほら、私だってたまに泊まるんだし、その気まずくなるっていうかさ。うん、そうだな。あのさ、アトリエでやってる人たちってどう思う？ムカつくけど、ありえなくはない。大学生に自由な部屋与えたら、まあね。へえ、スケベじゃん大巻。ダメですか？別に。ハルタ、さっきなんで安心してたの？は、いや、だからてっきり私は事故なのかと。俺たちって割と二人きりになるよな。そうだね。迷惑？そんなわけ。私は全然大丈夫だけど。つまり俺たちって結構いい感じなのかね。かもね。ハルタはさ、いつから好きだった俺のこと。去年のグループ課題らへん。へえ、なんで？ちょ、何？はずいんだけど。俺も言うから。
一箱使い切っちゃったね。そろそろケビンのおっさん来る時間じゃね。うん、早く片付けないと。てか課題進んでない。やば。